はい、こんにちは、山城です。ということでですね、今日は何をやっていこうかというとですね、新企画でございますね。まあ今回は斬新な、もう単発の、新企画をやっていこうやないかということでですね、何をやろうかというとですね、受験生応援企画をやっていこうということでございますね。これ今収録しとるのは夏のね、真っ盛り、重きしお盆の時期になってますんでね、あまり、実感が湧いてこないと思うんですけど、来てないんですけどね、私自身は。いわゆる、今多分この動画が上がってる頃っていうのは、どんどん受験戦争がね、ピークに差し掛かってる、特に大学受験とかがね、ピークに差し掛かってる、時期に多分アップロードになると思います。まあまあ涼しくなってこのぐらいの、投稿になると思うんです。で、何をやっていこうかというと、受験生を応援しようじゃないかというですね、企画をやっていこうじゃないかということでございます。で、何を具体的にじゃあね、やっていくんやっていうことなんですけどね、まあ私がね、勉強を教えていればね、それはね、YouTube 大学ね、中田のあっちゃんみたいな感じね、感じでね、やってもいいわけでございますけど、残念ながらね、そんな知識は持ち合わせておりません。じゃあね、あとは私にできるのは何なのかって言ったら、まあ一応ね、大学受験とかもやってたんでね、私が一番何に最後すがったかって言ったら、もちろん、神頼みだったわけでございます。そうです。ね、私、実力は全然ありませんでしたので、最後はね、鉛筆の転がしで、かけて、まあなんとか中京大学をつかめたんでね、よかったなと思ってますけど、よくあの、気力でね、中京大学行けたなと思いながらね、いるわけでございますけどね。で、そのためにね、何をしようかというと、今回は神頼みを、でも受験生の皆さん、真面目な受験生の皆さん、ね、まあだったらこんな YouTube 見てる暇ないかもしれませんけど、そんな気はしますけど、むしろ見てたらダメな気がしますけど、このチャンネルをね、ガチの受験生の人がね、見てたらもうその時点で、お前何やっとるんや、そんなことして数式取る暇があったら、一つでも数式覚えろっていうね、話になるかもしれませんけど、まあそれは置いといて、ね、そんな中でも、うちのチャンネルのこの動画をね、見てるということは、よっぽどもう、まずい状況か、ね、他にもうよっぽどすがるものがなければ、このチャンネルまではたどり着かないと思うんですね。こんなぐだぐだ喋ってる時点でね、時間を無駄にしてるわけですよ。これを聞かされるわけですよ。しかもこれからすっごい長いのを見せられるわけでございますよ。相当多分まだ長くなりますからね。前回の西園寺さんのやつ、まだ私今これ、編集してる途中の段階ですからね。今15回、16回まで行きまして、ね、まだ、西園寺さんのイベントが始まらないというね。どうすんだこれ。多分50回超えるなと思いながらね、今やってますよ。もう多分ね、この動画が上がってる頃にはそのシリーズが終わってますんでね、皆さんは何回までやったのかが、ご存知だと思いますけどね。で、そう。で、今回は、それで、まあ、受験生応援企画というので、神頼みをやっていくぞということで、じゃあ、どこにね、神頼みをしていくのかっていうことなんですけど、ヒントをね、一つ得たんです。何かっていうと、近鉄と名鉄が実は受験生向けに、結構この後の時期ね、冬場に入ってくると、やる、のが、桜咲くっていうね、よく言うじゃないですか。まああれ実際には東京大学とかしか使われないのかな、京都大学も使うのかな、いわゆる電報で、やるんですよ。普通、今はね、もうオンラインでやったりとか、ね、合格発表をやったりとか、まあ、もしくはね、受験のね、通知みたいな感じでね、まあ、速達で届く場合が多いですね、今でも。郵送通知の場合は、速達の場合でしたら、確実にね、それで届くっていう、システムになってますんで。なんですけど、今でもね、東京大学はね、電報のはずなんですよ。私が現役局員だった時は、東京大学は電報でしたもんね、確か。うん。っていうので、うん。ありまして、うん、で、桜咲くとか書いてあるのかな、ということなんでございます。で、それからね、合格にね、ちなんでその桜咲くっていうのをね、やるようになってるわけでございます。それにちなんで、桜っていうのが、つく5つの駅名が、駅が5つあるんですって、その、名鉄と近鉄を合わせると、それで、5つの入場券合わせて合格切符っていうのでね、合格入場券っていうのでね、でいいじゃないですか、合格して、そのね、入学できるみたいな感じになります。
っていうので、なんかね、そういうような、やつを、作ってるらしいんですよ。桜井駅と、四日市はね、桜井駅じゃやつ有名ですから。っていうので、そういうのやつのを見て、私もピッと来たわけですよ。もっといいのないか。そうなの。桜咲くじゃないですか。これ桜だけじゃないですか。桜と咲いこということでございます。で、まあ普通パッと思いついたのはね、佐久市に行くっていうのも思いついたんですけど、せっかくなら神社でね、まあ合格祈願のお守りとか売ってるかどうかがわからないんですけど、桜神社と佐久神社行ったらいいんじゃね。そしたら桜咲くの祈願ができるじゃないという。ことでございます。ですので私は今から桜神社と佐久神社に行って合格祈願をするという、旅に出ます。長かったね。ということで今ねどこにいるのかというと、三重県四日市市の末永ですね。場所的にはね多分野田、四日市市民の人には野田のあたりって言った方が あのピンとくると思います。野田のジョイフルとか V ドラッグとかがあるところの、向かいにミニストップあるじゃないですか。ミップあるじゃないですか。あそこです。実はあそこね、結構野田と思われがちなんですけど、一応ね、ここね、末永っていう扱いなんですよ。ちょっと、ほぼほぼ清水町と野田町の間みたいなところなんですけどね、なんかね、ちょっと飛び地みたいな感じになってるんですね、末永が。ということで、末永ね、やってきてますんで、ではどこに行くのかというと、今からまず桜神社に向かおうと思います。で、桜神社っていうのが、これ結構勘違いされる方多いんですけど、四日市の人でもね、結構知らない人いるんじゃないかな。あの、桜神社って桜駅の方にあると思ってる方が多いんですけど、というか私もね、そうやって思ってました。桜駅の近くに多分桜神社あるんやろうなと思ってたら、実は三重県にある桜神社ってのは、三里鉄道の山城駅の駅前にあるらしいんですわ。ということで、今からね、そっちの方に向かっていこうと思います。で、これね、当初は電車で行く予定だったんですよ。まあ、青春18切符とか、駆使していこうかなと思ったんですけど、まあ、またね、いつものごとく、政府がガギャギャ騒いでるやつがありますよね。マンボウ、マンボウってやつにね、緊急事態宣言やるな、ね、同僚の叫んでる例のやつがあるじゃないですか。ね、あれもね、ちょっと最近本当に、引っかかる言い方にすると、即、バンを食らうっていう被害が結構ね、効いてますんでね、私もちょっと気をつけてるんですけど、いやー、めんどくさいですよ、本当に。ね、で、そのね、マンバオとかっていうのでね、話題になってるあいつのおかげで、まあ、私本当強行しようかなと思ったんですけど、もう、言っとれないんで、でも、うちも言うて、これ、襲撃化にしないと、私、このままの、チラリと言いましたけど、この前、ドカドカっとね、ここのところ、深夜業とかですね、時間外の、ドカドカっと減った兼ね合いで、給料半分ぐらいに減りましてですね、まあ、簡単に言うときも、端的に言います、このチャンネル、襲撃化が、早いうちにできないと、私、伊勢湾の海に沈むことになっちゃうんですよね、借金がありますから。生命保険で返さないといけなくなりますんでね、ね、受け取り人を作ってね、まあ、幸いね、単身なんでね、偽装結婚とかね、簡単にできますからね、簡単に受け取り人作ってね、私は生命保険の中に沈むのか、どこのワンかね、指定できるのかどうかね、そういったシステム、裏社会のシステム知らないんで、わかりませんけど、ね、っていう風になっちゃいますんで、さすがにね、死にたくないんで、ね、コロナ云々の前に、それで私、の息の根が止まってしまいますんで、リアルにそうやって止まっている人、今、多いですからね、そうそうそう、政府も、無償のやつじゃなくてね、金利優遇みたいなね、銀行の金利を優遇しますよみたいなことしかやってませんからね、それはね、首締まってこわっていう話でございましてですね、まあ、言いながら私も、ね、それで借金増えてますけど、また。細かいところは省いときましょう。今の受験生に聞かせる話じゃないよね。と、いうことで、ということで、今から、その、まず桜神社ってところに向かってきます。で、あと、佐久神社っていうのが私、佐久市ね、長野県の佐久市にあるのかなと思ったらね、佐久市には佐久神社ってのがあるらしいんですよ。で、調べとったら、清水。ですので、静岡市の清水区に、
実は作神社っていうのがあるらしいんです。で、そこに行ってみようかなと思います。まあ幸いね、あのうちも清水はちょうど行きたかったところなんですけど、ただね、あのよりによって昨日からねまたマンボウとかって言ってね、うん、ねえ、のねえ軽いノリで言いますよね。うーマンボウって感じで言いますもんね、政府機関ね、何人殺すマンボウやってね言いたくなりますけど、ゲフンゲフンゲフンで、あの人の命を守るために人を殺す、ゲフンゲフン、うんうん、ね、なんていうのね、そういうつもりじゃないらしいですよ、ないらしいですけどね、あの正直言います、嘘をつく人はね嘘をつくんですからね、うんいや嘘をついてません、じゃあ信じようって、ねだけでやってたら、殺されるのはあなたですよって話をね、しながら、こんなの受験生向けに使えるのか、なんてことを思いながら、とりあえず今から、これなんだっけな、今からね向かうのが、今から向かうのが三岐鉄道のまずね、平津駅っていうところに向かおうと思います。あ、そう。で、本当は鉄道企画でやろうと思っとったんで、どうしようかなって、山城駅の前なんで、山城の前行って、まあそこの無料駐車場止めてちょっと延々使ってか、まあもしくはね、桑名までは出て、桑名から青春18切符で、静岡まで行ったろうかなと思ったんですけど、さすがにね、これはまあ俺やってもいいだろうと思ってるんですけど、個人的には思ってるんですけど、ちょっとこの後またね、ちょっと、実家、まあいいや、ここは言っていいや、実家の、ね、に戻るわけでございます。まあ里帰りという距離でもないんですけどね、市内なんで、実家に戻るにあたりましてですね、やはりちょっとそういった接触をしてきてくれるなというね、そういうのはやっぱりちょっと怖いというね、意見が出ましたもんで、まあ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 、おしゃれな、まあね、っていうことでね、さすがに免疫はとか、そういうのは先で、まあまあ、もう毎回で行くかということですね、まあ最低限ちょっと、電車は、一部で乗って、でいうか、乗らないといけないところとかもちょっとこの途中、寄り道も考えてますんで、今回は、ね、ちょっとある程度計画的に考えてますんで。本当はずっと回る予定でしたからね、電車でね、っていうことなんで、まあ、そういうような感じで、とりあえず今から、桜神社に行って、佐久神社に行って、視聴者様のね、ご祈願しながら、で道中は、話しながら、あとね、ちょっとこれは別動画、別企画の扱いにすると思いますけど、途中でね、ちょっと岡崎を見ますんで、ちょっとそうだ岡崎行こうというね、単発企画をやってきますんで、道中でね、まあそれもあって、まあ車の方がいいだろうということでね、もう岡崎のね移動は、車の方がいいですからね、ということでまずは、平津駅ね、行ってみようと思います。ここのね無料駐車場を止めて、で、山城行って、ね、で、往復でね折り返してきてっていうような感じで考えております。でそこからは先はねまた車で移動しながら案内をしていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。